W 県警の悲劇は、派、真中県の小説。2019年1月19日に、徳馬書店から単行本が刊行された。旧体依然とした、女性別種的な気風が根強く残る、W 県警で働く、女性警察官たちの姿を描いた、短編連作形式のミステリー。2019年7月27日から9月21日まで、BS、テレ東の、 土曜ドラマ9枠でテレビドラマ化された。2019年7月27日から9月21日、毎週土曜日21時21時55分に BS テレ東の土曜ドラマ9枠で放送されていたテレビドラマである。主演はアシナ星。アシナ星は本作がゴールデンタイ連続ドラマ初主演となる。W 系の察官松永直子は 女性別紙な風潮が未だに残る組織の中で自分が女性警察官たちの道を切り開くために県警を改革していくことを信念に努力を重ね県警発の女性警視にまでなった彼女の次なる目標は県警の最高意思決定機関である円卓会議メンバーになることそんな直お子に円卓会議から次々と強引な要求が降りてくるそれは 県警の女性警察官の不祥事を丸く収めること。なお子は自らの野心を叶えるため、そして県警のために8人の女性警察官たちと対することとなる。W 県警演卓会議メンバーゲスト系列外での放送。ありがとうございます。